はい、どうもこんちはクレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は消えたガチャ集という動画を撮っていきたいなと思います。はい、ということでございまして、先日ですね、消えたイベント集の動画を公開しているんですが、まだ見てない方はですね、ぜひこちらも合わせて見ていただけるとより楽しんでいただけるかなと思います。まあ、そこのコメント欄ですね、で改めて気づいたのが、意外とね、この昔のこのプロスペースの歴史っていうところを知らないユーザーさんも多いんだなっていうところ、本当に改めて気づかされました。というのもやっぱりこのプロスペースが大きくね、跳ねたというか、ユーザー数が増えたのも、この2年ぐらいかな、コロナ禍になって、ダルビッシュさんが、オフシーズンからね、こうプロスペースをプレイしてくださって、そこで始めたってユーザーさんも本当にたくさんいるので、なかなかね、歴史が新鮮に、皆さんに驚けできたっていうところがね、背景としてあったので、今回はここ6年で消滅した、ないしは改変された、ガチャっていうところをね、ピックアップして紹介していきたいなと思います。今となってはね、信じられないぐらいの神ガチャも、僕の中でもこう調べていく中で、あ、こんなガチャあったんだみたいな、僕でも忘れてるような内容もあったりしたので、ぜひね、皆さんも楽しみながら見ていただけるといいかなと思います。ということで早速本編入っていきましょう。さあ、ということで、もう早速ね、紹介していきたいと思います。まずは一つ目はこちら、セリーグ確定&パリーグ確定ガチャでございます。はい、こちらはですね、リリース当初頻繁に来ていたガチャでございまして、タイミングとしてはポジション追加のタイミングですね。で、登場することが、ほぼほぼメインという感じになってました。今で言うところのグレードアップスカウトとかドラフトスカウトとかっていうところの代わりに、ずっとセリーグ確定、パリーグ確定みたいなのが、頻繁に来ていたっていう感じですね。内容的にはその名の通り、そのリーグの選手しか、B ランク、A ランク、S ランクともに出ないというね、仕様になってました。で、驚くべきことにですね、2016年シリーズ1では10連購入ごとに S ランク自チーム 10% 契約書が配布されるっていうぶっ壊れ仕様で登場していたみたいですね。これね、あんまり僕自身も覚えてないんですけど、この自チーム S ランク 10% 契約書、初回購入じゃなくて多分10回購入ごと、10連購入ごとに、これがもらえるっていう仕様だと思うんですよね。って考えるとこのガチャやばくないですか。今で言うとこの 2.5% の S ランクっていうところが、このガチャの時は10連購入ごとに S ランク 10% 自チームがもらえるっていう、もちろん10連目とか30連目とかに確定があるわけではないので、裏を返せば100連でやっと1枚確定っていうところにも、確率通りでいけばなるんですけど、でも上振れすればかなり S ランク 10% とはいえね、複数枚引ける可能性もありますので、今もしこれが開催されたらもう分回す方も、配課金の方には多いんじゃないかなと思ってます。で、あとはですね、初年のベストナインタイトルホルダーっていうところに関してはこのガチャで登場したんですよね。これも今では考えられなくて、今で言うとベストナインタイトルホルダーって30連目60連目90連目で S ランクベストナインタイトルホルダー確定とかっていうような内容になってると思うんですけど、この当時は、一番最初のベストナインタイトルホルダーに関してはそもそもの S ランク確定っていうところがなくて、ただ S リーグのベストナインタイトルホルダーの選手が引きたいのか、パリーグのベストナインタイトルホルダーの選手が引きたいのかみたいな感じで、住み分けがされていたっていうね、仕様になってました。続いて2つ目ですね。2つ目がセリーグ選抜&パリーグ選抜ガチャでございます。はい、こちらに関してはさっきのやつと何が違うのと思った方もいるかもしれませんが、2017年5月にですね、一浪だけ、開催された神ガチャになってます。これ内容的にはですね、各球団2名ずつがピックアップされて、 S ランクはその24選手のみですね、2選手×12球団で、その24選手のみが、登場していたというね、仕様になってます。で、ラインナップ今画像かなで出てるとは思うんですけど、こんな感じになっておりまして、非常に豪華でした。広島がエルドレッド選手と菊池選手、巨人が坂本選手とマイコラス選手、 DeNA が筒香選手、ロペス選手、阪神が福留選手、メッセンジャー選手、ヤクルト小川選手、バレンティン選手、中日ビシエロ選手、又吉選手、日本ハム近藤選手、大谷選手、ソフトバンク和田選手、内川選手、ロッテ鈴木選手、内選手、西武浅村選手、菊池雄星選手で、楽天岸選手、茂木選手、オリックス金子選手、 T 岡田選手っていうね、内容になっておりまして、当時まだね、リアルタイム対戦というところが、実装されていない時代だと思いますので、どの選手が出てもですね、当時のそのリーグ環境を考えたら、オーダーに入ってこれる選手たちになってました。で、ガチャシステム的には20連で S ランクの確定があって、その後も無限に回せるっていう仕様だったので、特にこの選手たちをね、持ってない方はかなり回していた印象です。これは結構ね、当時やってたユーザーからまた再度、登場してほしいっていう声が、多く上がってるガチャの一つですね。でもこれなんかね、今考えると実質スピリッツが上がらない
セレクションガチャみたいな感じだったなっていう、まあ、その後はね7月8月にセレクションガチャ当時も出てるんですけど、まあ、それに近しい内容になっていたなっていう印象ですね。続いて3つ目がこちらピックアップスカウトでございます。はい、こちらは2015年にね不定期で開催されていた、スカウトなんですが、まあ、S ランクが出たら必ずねそのポジションが出るよっていう仕様になってました。まあ、これも本当に内容はシンプルなんで特段触れることはないんですけど、まあ、改めてリリース当時っていうところは今よりもこうシンプルなガチャが多かったなっていうイメージですね。まあ、今の仕様的には何連目で何十パーセントで自チームでさらに20連目だと何十パーセントでみたいな複雑な仕様になってるガチャも多いと思うんですけど、まあ、当時は本当に分かりやすくてシンプルっていうような内容が多かったイメージですね。続いて4つ目はこちら自チーム超高確率スカウトです。こちらもですね2015年のリリース当初からあるガチャなんですが、まあ、今となっては自チーム確定スカウトになってますね。これどのタイミングで変わったんだっけな、なんかあんまり覚えてないんですけど、まあ、とはいえ自チーム超高確率っていう名前だった時代から、まあ、99% で自チームが引ける仕様だったので、まあ、ほぼほぼ確定だったんですけど、まあ、バナーのデザインも、まあ、今と近しいものもあれば全然違うね、時代のものもありました。でラスト5つ目がですね自チーム S 狙い撃ちスカウトです。こちらは今となっては超自チーム S 狙い撃ちスカウトに変わっているものなんですが、まあ、現状はですね10連ごとにこう確率が上がっていく仕様になっているかと思うんですが、まあ、当時は確率がですねずっと据え置きの形になってました。でさらに10連初回購入特典に S ランク限界突破コーチがあった時代もあって、まあ、これは何回も何回も獲得できるわけではなくて初回購入特典なんで、まあ、1回きりなんですけど、まあ、S ランク限界突破コーチ付きスカウト以外にもね S ランク限界突破コーチがもらえるガチャがあったっていう、まあ、そんな背景がありました。まあ、というのもリリース当初はですね A ランクの配布とかっていうところも今よりも、まあ、イベントとかでも少なかったり、まあ、本当に限界突破っていうところはかなりきつかった時代なんですよね。まあ、それこそ今はもう限界突破長くやってればね継承とかで済んでいくところはあるんですが、まあ、当時は本当に、まあ、極みを作るのも相当大変だった時代なんで、まあ、こういった限界突破コーチの配布も多かった印象ではあります。はい、ということで以上今回は消えたガチャ集ということで5000かな、紹介していったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ僕が今回触れてないところでももしかしたらちょっとねまだ、いくつか、今となっては内容が変わってるものであったりとか、こんなガチャもありましたよみたいなのももしかしたらあるかもしれないので、よければですね、コメント欄にて、書いていっていただけると嬉しいなと思います。まあでも本当に改めてプロスペースの歴史がね、まあ、イベント集もそうでしたが、感じられましたし、僕自身も非常に作ってて楽しい動画でした。まああとはぜひ皆さんの中でね、こんなガチャが来たら嬉しいなみたいなガチャもあれば、コメント欄にて書いていただけると嬉しいです。まあ、個人的にはセリーグ選抜パリーグ選抜は当時めちゃくちゃ盛り上がった印象でしたし、また復活してほしいなっていうような気持ちがあります。まあ、あとはポジション追加のタイミングのガチャとかはね本当に結構マンネリしてやってる部分もあると思うんで、2022シーズンはいろんなガチャ、新しいガチャの新ガチャのね、登場にも期待したいなと思ってます。ということで、ぜひこの動画楽しんでいただけたら高評価チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。